はい、おざす。はい、月曜からね、タイに行く予定があって、ちょっと体調崩せないので、体調管理のためにこれ飲みたいと思います。R1 乳酸菌 EPS、2倍入ってるみたいですね。体調管理のために飲みたいと思います。はい、でも普通のなんか R1 のパワーアップ版みたいですね。ちょっといただきます。うん、まあ好きして飲みやすいですね。うん、ちょっとタイに行くまであと残り2日あるんで、これをね、ちょっと2日間とも飲み続けたいと思います。私がタイに1週間行くこともあり、奥さんのお母さんが滞在してくれています。ありがたい、ありがたい話です。はい、招待します。はい、終了。はい、平日の真っ昼間から大銀座で麻雀ザマス。はい、飯です。お母さんと飲んでます。飲んでないです。飲んでないです。食べてます。はい、おざす。はい、今日もですね、体調管理のために、これを飲んでおきます。 R1 です。はい、仕事行きます。はい、仕事終了。はい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 、今言うから、はいはいはい、もうバイバイ、もういいから、もうバイバイ。奥さん、リモートワーク終わったみたいです。はい、待機にします。こっち、はい、バイバーイ。メシコです。もうすぐ10ヶ月、11ヶ月ぐらいです。頑張った、始めが頑張った。はい、お母さんが作ってくれました。ありがとうございます。そしてやきもな、刻んだら食べれるのちゃうかな。なんかあるもんね、あの歯固めみたいなのにチラシついてる。うん、シリコンの似てる。うん、シリコンに似てる。頑張れ。はい、おざす。はい、今日もR1になります。はい、仕事行きます。はい、仕事終了。眠い。はい、キッショー。です。あれ見たいな、あれ見たいな。レッツゴー。おざす。今もオンライン受験終わってるので、はい、はい、どんな気持ち？行くぞタイ。はい、6年ぶりのタイです。うん、いいホテルですね。めっちゃいいよ、めっちゃいい。1人2000円ですよ。辛いね。これアナルファイヤー。ファイヤー辛いわマジで。実食。あ、下にエビとか入ってる。辛いわ。はい。はしごです。冷ませってことだ。これで。どういうこと？暑かったらこれで冷ませよって。この麺はうまい。種みたいな。謎スイーツ購入です。すごい、なんか熱っ。購入する。 OK。 すごい、ドリアン、ドリアン文化。あー、いいっすね。確かに臭い。すごい、千と千尋みたい。すごい、でかいね。これで120、50キロぐらいあるのかな。臭い。
でも確かに詰まってそうだ。餌欲しがってるな。残してるけど。これはマジで。ブキブキ。すごい。はい、小沢さん。はい、50バーツガパオですね。はい、これにすぐあるんで。はい、いただきやす。よし。うん。まあまあ。はい、70バーツ麺です。この卓上の葉っぱをね、これなんか乗っけたりして食います。謎になんかひたすら食ってますね。ルーロー飯っぽいやつ。はい、ちょっとタロイモのミルクティーがあったんでちょっと購入しています。30バーツ。沈殿してる。はい、タロミルクティー、タロイモ、ほぼ氷です。もう美味しいよ。うん、うまいうまい。普通の旅行してます。ありがとうございます。うまっ、うまい、うまっ、うまそうに食いますね。ほらまた、はい、飯送りね。ちょっとマーケットに行きます。はい、なんか結構 Google マップで見た感じかなりでかいマーケットだったんで来てみました。はい、飯です。日本も屋台文化もっと盛り上げてほしいです。あらす、うまい。まあ、ここのマーケット4万レビューあったんですけど、まあ、それに比べそれとね比較して、驚くほど活気がなくて、ちょっとびっくりしてます。ベリファー。はい、おざす。タイ最終日です。まあ、今日の夜の便でね、日本に帰りたいと思います。はい、帰宅しました。やっぱね、夜行便はきついですね。はい、ちょっとまた、体調を整えるためにR1飲んでおきます。はい、飯です。はい、うっす。はい、飯です。はい、10月末で、この仕事も終わりますね。というわけで、まあ、最後までやってみましょう。はい、嬉しいです。ふなちゃんのスマイリーちゃんが一つに。はい、昨日タイのラウンジでね飲んだのなんかリキュール美味しかったんで、まあ、これじゃないんですけどなんかリキュール買ってみました。はい、というわけで、今回は以上で終わりたいと思います。ですね、まあ今年の3月からですね、まあ、2月かな、まあ市狩りですね、千葉県で市狩り釣り始めて、まあ、今年の10月ですね、今9月27ぐらいなので、でまあ一旦まあこの市川生活が手締まいっていうことで、まあね、まあ地盤は気づけたかなと思いますね。まあ、比較的行動して、でも吸収するもので吸収して、でいらないものはいらないものとして外してって、まあ、よりなんか自分がね、強固な感じになってたかなと思います。まあ、最終的にね行くところやっぱね、俺は俺だっていう、のにねたどり着きましたね。はい、まあそんな感じで、行きたいと思います。はい、というわけで今回以上、おろす。